信長に嫌われた男たちワースト5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は信長に嫌われた男たちワースト5について紹介していこうと思います。織田信長という人物は自分の考えで全て物事を進め、家臣の意見をあまり聞かなかったというイメージがあります。現代風に例えるならトップダウン型の経営者といった感じでしょうか。それゆえに自分の意に沿わない、思うように働かない、存在価値がない、そんな家臣たちを嫌悪していたようです。今回は信長に嫌われたであろう人物を5人紹介しつつ、毛嫌いされた理由を探っていきましょう。第5位、信長の叱責を何度も受けたバカ息子、北畠信勝。信長の血を受け継ぐ息子はサラブレッドかと思いきや、その片鱗すらなかった人物がいます。それが信長の次男、北畠信勝でした。信長の死後に織田勢へ復生していることから、ここでは北畠にしておきましょう。最新の歴史研究で評価が覆る歴史上の人物が多い中、信勝に関しては今も昔もバカ殿という評価は変わらないようです。謀略に引っかかって家老を3人も暗殺してみたり、秀吉に逆らって領国を取り上げられたり、あるいは大阪城内でスパイ行為を働くなど、その行動は終始クエスチョンマークがつくことばかり。もちろん実の父である信長もそんな信勝の愚かさにさじを投げたといいます。永禄12年、1569年、和睦の条件として信勝が北畠氏の養子となりました。そして7年後に北畠一族を抹殺することで実質的に南伊勢を奪い取っています。その頃には長兄信忠や三男信孝からは各地の戦場で活躍しており、信勝も相当焦っていたのでしょうか。ここで目覚ましい戦果を挙げて父信長に認めてもらおうとします。天正6年、1578年、まず隣国伊賀を攻める前進基地として丸山城という城を修築しようとしました。伊賀は確たる国主はいないものの、割拠する国衆たちの連帯は強固です。丸山城の修築を伊賀攻めの前触れだと疑った彼らは、ここで先制攻撃を仕掛けました。不意をつかれた家老滝川勝利は伊勢へ敗走するしかありません。報告を聞いた信勝は激怒し、信長に相談することなく伊賀討伐を決心します。伊賀ごとき小国、我が軍勢だけで平らげてみせる。きっと信勝も鼻息が荒かったことでしょう。8000を率いて意気揚々と出陣したのです。しかし伊賀衆は想像以上に手強い相手でした。ゲリラ戦術と奇襲、夜襲によって信勝軍は翻弄され、たちまち多くの兵を失ってしまいます。さらに重臣柘植康成が戦死するに及んで、信勝は伊勢へ敗走することを余儀なくされました。さて安土で事の顛末を知った信長は激怒します。何の相談もなく勝手に兵を動かし、信頼する重臣を死なせてしまう信勝の愚かさに呆れ果てました。そして親子の縁を切るとまで言い切ったのです。さすがに縁を切るまではしなかったようですが、信長を怒らせた所業はまだあります。宣教師ジョアン・フランシスコの書簡によれば、なんと信勝が盗みを働いたというのです。おそらく織田重臣の誰かが裕福なことを妬み、6000俵に及ぶ米を盗んで家臣に分け与えたのだとか。事実を知った信長は早速信勝を呼びつけ、事の次第を説明させました。すると信勝は悪びれることなく、私は織田一門の中で特に貧しく、家臣に十分な施しができません。だから裕福なものから少しだけ拝借したのです。これを聞いた信長はさらに怒り、そばにあった枕を投げつけたと言います。そして信勝の行いをなじりました。しかし当の信勝には響かなかったようです。ついに信長は、それならば武力で奪い取ってみせよと言うと、信勝と被害に遭った家臣を対決させたのです。
双方の軍勢が対峙する中、信雄は短期で相手の陣へ駆け入りました。しかし彼が信長の子であるため誰一人手が出せません。ついに家臣は撤退を命じ、そのまま去っていったそうです。信雄は勝ったと思い込み、恐れずに足らず時間の無駄だったようだと語ったとか。立ち去った家臣にしても、アホな御曹司の相手はしたくなかったのでしょう。第4位、数十年前の事件を持ち出されてあっけなく追放に、林秀政と丹羽氏勝。この2人を同時にご紹介するのには理由があります。実は2人とも同様の理由で信長から嫌疑を受け、ほぼ同時期に追放処分になったからです。まず林秀貞は信長の父信秀の頃から仕えてきた重臣ですが、過去に一度だけ謀反を企てたことがありました。信長の弟信雄が反旗を翻した時、その家老としてそばにいたからです。しかし積極的に謀反に加担したとは言い切れず、むしろ弟の林道友や柴田勝家が積極的に主導したと見るべきでしょう。実際に弘治2年1556年に起こった伊能の戦いでは出陣せずに生還しているほどです。やがて信雄が討ち取られると、秀貞と勝家の両名は織田の宿老として重きをなしました。武勇のある勝家は戦場で、そして秀貞は内政や外交に手腕を発揮したといいます。また天正4年1576年に織田信忠が家督を継ぐと、秀貞は筆頭家老として仕えました。つまり時代を担うプリンスを支える役目が与えられたわけですね。信長の秀貞に対する期待度がうかがえます。また安土城が完成した時、秀貞はどの家臣より先に天守の見分を許されており、信長から受ける信頼も厚いものがあったのでしょう。ところが天正8年1580年のこと、突如として秀貞は追放処分を受けてしまうのです。その理由はかつて謀反を起こしたからというもの。そんな24年前のことを今更持ち出しても難癖でしかありません。もし過去を恨みに思うのなら、秀貞を隠居させれば済む話でしょう。それでも追放を癌として突きつけたところに信長の心の闇を感じるのは気のせいでしょうか。次に丹羽氏勝です。織田家中にはもう一人、丹羽長秀という同じ丹羽姓を名乗る家臣がいますが、両者の間に血縁はなかったようです。さて天文24年1555年のこと、森山城主織田信継が誤って信長の弟秀孝を殺害するという事件が起こりました。信継は報復を恐れて逃亡し、主のいなくなった森山城には角田信吾や丹羽氏勝といった面々がこもります。信長は軍勢を率いて森山城の周囲を焼き払い、抵抗は無駄と悟った氏勝らは降伏しました。それからの氏勝は信長の直臣として働きますが、林秀貞が追放となった直後、氏勝もまたお払い箱になってしまうのです。理由はやはり先年の逆進によるものでした。森山城にこもったのは25年前の出来事ですが、氏勝は城を守るという当然のことをしたまでで、非難される筋合いなどありません。しかも降伏勧告を受けて城を明け渡しているのです。全く不条理な話でした。ところがその直前、氏勝はかなりの失態をやらかしていたのです。実は氏勝配下の者が石切り作業をしていた際、たまたま鷹狩りに来ていた信長が通りかかりました。すると何かの弾みで大石を信長のそばに落としてしまったのです。激怒した信長は責任者を手打ちにするも収まりません。そして怒りの矛先は氏勝に向けられました。そういえばあやつ森山城で手向かいしおったな。そんな昔の出来事すら思い起こされ、ついに追放という厳しい処分に及んだのかもしれません。第3位、織田家のために懸命に働くも決して評価されなかった男、安藤盛成。
西見の三人衆として実力者となり、あの竹中半兵衛の楽譜だった人物が安藤盛成です。もともと斎藤氏に仕えていた重臣ですが、信長の身の信仰に応じて織田家に仕えています。足利義昭を報じた上洛戦を皮切りに、元亀元年1570年の姉川の戦いでは浅井軍を積極的に攻撃し、信長の窮地を救う活躍を見せました。また伊勢長島攻めでは大怪我を負うほどの苦戦に陥るなど、体を張って信長の戦いに身を投じています。ところが盛成が懸命に働いても真っ当な評価が下されることはありませんでした。過剰があるわけでもなく、兵を補充してくれるわけでもなく、とにかく体のいい手駒としてこき使われたといいます。確かに譜代の尾張衆が優遇されるのは仕方ないにしても、信長の盛成に対する扱いは過酷そのものでした。宇治の牧島城攻め、越前攻め、小谷城攻め、さらには長篠の戦いと立て続けに動員され、体と心が休まる暇はありません。さらに羽柴秀吉の援軍として播磨へ出陣するなど、まさしく東奔西走しつつ身を粉にして働き続けたのです。この裏には信長のある考えがあったものと推測されます。盛成は美濃で長く勢力を張ってきたことから、その実力は侮りがたいものがありました。もし盛成が野心を起こせば、美濃の武士たちの多くが彼に従うかもしれません。それなら戦力をすりつぶさせ使い捨てにしてやろうと考えたのでしょう。信長は西見の三人衆の一人稲葉一徹に対しても同じ態度で臨んでいますから、この二人が消えた方が好都合、そんな思いを抱いていたのかもしれません。そして天正8年1580年、大阪本願寺との戦いが決着すると、まるで満を持したかのように信長は厳しい処分を盛成に突きつけました。所領没収の上放逐とすると。建前は盛成の嫡男貞治が武田勝頼と通じたためとされていますが、おそらく本願寺攻めが終わった段階で信長は家臣団の再編を考えていたようです。この機に邪魔な盛成を排除したかったのでしょう。一方稲葉一徹はうまく切り抜けています。信長の面前で謀反するつもりはなく、これからも織田家のために忠節を尽くすつもりですといった監視を披露してみせ、信長の関心を買ったからです。盛成にもっと基地があれば、一徹と同じく危機を乗り越えられたのかもしれません。第2位、信長に対して2度の謀反、その真相とは。松永久秀。三好政権の重鎮から信長の家臣へ、そして2度の謀反を経て滅亡した松永久秀ですが、特に信長が毛嫌いしたという形跡はありません。いわば久秀の滅亡へ至る理由は、勘違いに端を発したオウンゴールだったのです。ただあまりにインパクトが強すぎるため、あえて第2位に選ばせていただきました。さて、三好長慶の死後、政権内部の抗争に明け暮れていた久秀ですが、永禄11年1568年、主君三好義継とともに信長に臣従しています。久秀は畿内の事情や朝廷ともつながりがあり、信長はそうしたコネや経験、知見などに期待をかけていました。久秀は信長のためによく働き、大和の国の裁量権すら与えられています。いわばこの時期が久秀にとって絶頂期だったわけですね。ところが元亀2年1571年、幕臣同士の内紛が起こったことで、将軍足利義昭は収拾に躍起となります。これまで打ち続く内乱によって幕府が衰退してきた歴史もあり、一刻も早く鎮圧したかったのでしょう。そこで義昭は大和に勢力を持つ筒井順慶に接近し、自らの陣営に取り込もうとしたのです。しかしそうした措置に拒否反応を示したのが久秀でした。これまで筒井氏とは10年以上も大和をめぐって争っており、そんな不具大天の敵を味方につけた義昭を敵視するのは当然のことです。
まだこの当時、信長は義昭のパトロンですから、久秀は信長すら敵とみなすようになってしまいます。つまり信長は久秀のことを何とも思っていないのに、久秀が勝手に敵視しただけのこと。謀反を起こされた信長の方がいい迷惑でしょう。そんな信長憎しの感情はますます増長し、ついに決別を決心した久秀は、なぜか義昭と結んで信長に反旗を翻してしまうのです。しかし頼りにしていた武田信玄が正常の途上で死去、後ろ盾を失った久秀は降伏を余儀なくされました。さらに久秀の自慢だった多聞山城すら取り上げられ、無残に解体されてしまうのです。ここから信長の態度も以前とは異なるようになりました。朝廷や畿内の事情に精通した家臣たちも増え、もはや久秀の知見を当てにすることもありません。何より義昭を追放したことで、信長自ら朝廷をリードする立場となりました。そうなると久秀の使い道は軍役や雑務でしかなくなり、かつての畿内の実力者としての面影は微塵もなくなるのです。それでも久秀は与えられた権限の中で織田家のために働き続けました。いつかは日の目を見ることもあるだろうと考えていたのかもしれません。ところが天正5年1577年になると、久秀に厳しい現実が突きつけられました。信長が筒井順慶に大和の仕置きを任せると宣言したからです。織田家にとって大和という宗教国を治める以上、興福寺に大きな影響力を持つ順慶の存在は欠かせません。おそらく久秀もこの措置に納得するだろうと考えたのでしょう。しかし久秀にとって大和支配は宿願であり、生きがいであり、アイデンティティでした。この瞬間、信長への信頼は一気に崩れ去ったことでしょう。久秀が自暴自棄になるのも無理はありません。こうして勝ち目なき二度目の謀反へ突き進んでいったのです。第1位、職務怠慢で追放に。しかしもう一つ考えられる理由とは、佐久間信盛。天正8年1580年、長らく織田家の宿老を務めてきた佐久間信盛が追放処分となりました。その理由は、信長が突きつけた19箇条の折檻状にある通り、職務怠慢によるものです。確かに信盛は華々しい戦いぶりで活躍する武将ではなく、軒佐久間と呼ばれるように、持久戦や撤退戦に特化した戦いが得意でした。大阪本願寺攻めでもその特性を生かして敵を干上がらせたのですが、その地味な戦いぶりが信長の勘に触ったようです。働きが悪いとして一方的に吊るし上げました。結局信盛は汚名を注ごうと武功をあげるわけでもなく、必死に謝罪して許しを請うわけでもなく、あっさりと織田家を立ち退いています。何より不思議なのは、自ら釈明をすることも、他の重臣から取りなしを受けることもなく、そのまま信盛の処断につながったという点でしょうか。まるで厳しい処分を受けることが当然かのように。ここで一つの仮説を立ててみましょう。もしかすると信盛の追放は、職務怠慢は建前のことで、他に大きな理由があったのではということです。例えば主君信長を欺いていたとか。そう考えると、注目されるのは水野信元の中殺事件しかありません。信元は徳川家康の叔父にあたる人物ですが、かねてより織田家臣として行動していました。清須同盟の成立に深く関わり、家康の良きアドバイザーとしても活躍しています。ところが元亀3年1572年に武田信玄が遠江へ侵攻してきた際、信盛は援軍の大将を命じられるも、攪乱戦術にあってまともな戦いができませんでした。一方信元は甥の家康を救うべく奮戦し、奇形を用いて武田軍の追撃を防いでいます。信長は佐久間勢の不甲斐なさを激しく叱責し、信盛が面目を失ったことは19箇条の折檻状でも明らかになっている通りです。さて、恥をかかされた信盛にとって、信元の存在が煙たくなるのは当然のことでしょう。
もしかすると信元が自分にとって変わる日が来るかもしれません。そんな焦燥感と危機感を感じた信盛はついにあらぬ残言を信長に囁くのです。信元が武田に通じていると、これを信じてしまう信長も悪いのですが、信元の忠殺を決意した信長はわざわざおいである家康を実行役に指名しました。そして信元を亡き者にした信盛は邪魔者を消した上に水野家の給料刈谷をまんまと我が物としたのです。さて、折檻状の中にはこのような一文も含まれていました。せっかく水野の給料を与えたのに、水野の求心を召し抱えるどころか追放してしまった、言語道断である。当時の水の量は20万石以上あったとされ、広大な領地を管理するには膨大な家臣が必要となります。ところが信盛は水の求心を登用するどころか追放処分にしてしまいました。これは誰が見ても不自然でしょう。信長がやましいところがあるのではと考えてもおかしくはありません。疑念を感じた信長によって、信元に謀反の意思があったのかどうか調査した形跡は確認できませんが、何らかの形で信盛の虚言残言が露見したのかもしれません。これまでの職務怠慢に加え、同僚を陥れた罪は重いものです。信長にとっていくら信盛が宿老であっても許すことができなかったのでしょう。その証拠に信盛が追放された後、信長は信元の末弟にあたる水野忠重を召し出しました。そして信元の疑惑は晴れたとして刈谷の給料を返還しているのです。信盛の残言を信じた後ろめたさもあり、信長は大いに悔いたと伝わります。佐久間信盛追放の真の理由は彼自身のよこしまな心が招いた結果だったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。